ワクワクチャンネル。介護支援事業と言われるものの事務所です。なるほど、家での介護ということですね。そうです。例えばどういうことができるんでしょうか。具体的に言うと、まずはその直接ご相談をいただいたら、ご自宅の方にお伺いさせていただいて、今どんなお体の状態かとか、そういうことをちゃんとお話を全部伺いながら、またその他にこれまでどういうふうに生活されてきたのかみたいなお話を伺って、その上でこれから先どんなことを、どんなケアを受けていくのかみたいな計画を作っていくということですね。で、計画を作ったらそれに基づいたサービスのコーディネートをしていくというのが、我々の仕事なんですけども。それは生活様式とかも含めてということですけれども、はい、例えばお医者さんであるとか、はい、あといろいろなあの方とも連携しているということで。そうですね、基本的には、まあ、一般的にはそういったそのお医者さんとか、他に例えばヘルパーさんとか、デイサービスとか、そういうものと連携をしていたりとか、薬剤師とかと連携したりするんですが、まあ、それ以外にも、広い意味で、地域の方とか、あと、地域の方、はい、まあ、そこまでできればいいんですけど、あと、あのいつも行きつけのお店とかにもご相談するような方もたまにはあります。じゃあ本当にじゃあ生活に寄り添ってくれる、そんなケアをご提案してくれる。そうですね、どうしてもそのお体が悪くなってしまった方っていうのは、その病気のことばっかりこう目がいってしまって、ケアを受けてこうその人の人格みたいなのが尊重されなかったりするので、これまでの生活をできるだけこう維持したりとか、またさらに今の体の状態でも、まあ、自分らしく生きていけるようにするために、そういったところと、まあ、連携が図れるような、一緒に、まあ、そういうのを相談していくってことですよね。はい、すごく幅広く、あの一人一人に寄り添っていくことができる。そうですね、そういうのも、まあ、目指しています。はい、ここの会社ではどのようなことで、あのいろいろなサービスがあると思うんですけど、特色があったりとかするかな、先ほどね、はい、町の人たちとか、そうです ね、あの行きつけの店とか、はい、そうですね、あの、まあ、ここの、まあ、なんでしょうか、特色としてはやっぱこう寄れる場所があったりとか、寄れる場所、あとその本当にこのエリアの人であれば、その地域の方々の面みたいなのも、持てるようなつながりがあるっていうのもあるんですけども、それはもう他の事業として、コミュニティカフェだったりとか、あ、ね、お近くにありますもんね。訪問看護ステーションとかがあるので、そういったものとの連携をしながらで、いろんな目が持てるっていうのもありますけども、どうしてもちょっとエリアが広くとっています、はい、市内全域なので、そうでない方の場合とかには、まあ、よりその、なんですかね、その状況に合わせて密に関われるような形でしていくとか、あと、そうですね、できるだけ、まあ、先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、本当に生まれてから今までどういうふうに過ごされてきたのかみたいなことをより細かく、で自分がどういうふうなことをこだわって生きてきたのかとか、この先どうしていきたいのかみたいなのを、まあ、一緒に相談しながら、そのもんなんですけど、ご高齢になるとどうしてもそのやりたいこととかが言いづらくなっちゃったりとか、ああそうなんですね、あの見つけていきづらくなっちゃうところを一緒に相談するとして見つけていくみたいなことが、こだわりとしてはやっています。あ、じゃあ今までの生活も含めて、今まで行けてなかったところも含めてケアしていけたら。そうですね、そうなんですね。ちなみに石田さんが今まで担当された方の中で、こんな工夫をしたなとかありますか？はい、あ、そうですね、まあ、本当に何て言うのかな、
それこそあのずっと家の中で何十、10年ぐらいずっと外に出れないで生活されてきた人がいるんですけど、こう長年こうちょっとこう相談しながらで、それまで実は友達と例えば歌舞伎座とかに遊びに行ったりとかが、あの実はできるなって思えるようになる。何かかかったんですけど、そう思えるようになったら急に友達を誘って一緒に行く予定を立てたりとかっていうそういうお手伝いをしたりとか、あとはそのそれこそ戦後から何十年とやってきた営んできた床屋さん、床屋さん、そういったところの仕事をずっと続けてきたんだけれども、ただ怪我しちゃってできなくなっちゃったっていうのを相談乗りながらリハビリをしたりとかして、実際もう本当に仕事にまた復帰していただいて、ね、そういうようなことが分かったりとか、それはどう、例えばお怪我をされたということですから、怪我が治ったっていう感じで、そうですね、もう完全に治るっていうところまでいかないんですけど、すごく前と同じように動かなくても、要はその人がその役割を仕事ができればいいと思うので、そのようにその現地でとの連携してどこまでだったらできるかみたいなことを一緒に見つけながらで、はい、実際に仕事をやってきてもらいましたみたいなことを、はい、あすごい、いろんな方ときっと今までもつながってきているんですよね。そうですね、だからこう割とこう実際諦めてしまっている方とかは多いと思うんですけど、一緒に相談しながら実は諦めなくてもまだまだできることがあるなみたいなことを見つけたりとかができると思いますし、まあ、あとはそんなに体操が何かをするとかじゃなくても、まあ、お家に居続けられるっていうだけでも実はすごいことだと思っているので、そういったこととかをサポートできるようにしたいなと思います。やっぱりご自宅で生活したいっていう方が多いんですよね。まあ、実際もそうと言っちゃうといろんな理由があってお家にいられないっていうか、忖度して結局、お家じゃない方がいいかなって思う人が多いと思います。だからそれがギリギリまでお家にいられたりとか最後までいられたらいいよねっていうふうに思えるには何か理由が必要じゃないですか。こういうふうにできたらいいっていうふうに思ってもらえるような体制ってやっぱり一人一人一人で個別で違うと思うんですね。そうですね、できることがまず違いますもんね、うん、なのでお家の方の力とかって違うと思う、うん、そういったことを、まあ、尊重しながらそしてライフデザインビレッジのフラットさんは、みんなでそういうことをしようとしているということですね。まあ、うちは主任介護支援専門医ってある程度の年代、年月のキャリアがあるケアマネージャーが揃っているので、みんなで相談しながら、逐一相談しながらその課題を見つけていくことにします。みんなでね、その一人一人の方にね、あったライフプランを立ててくれるっていうことですね。すごく親身に、しかもね、相談できる場所も提供してくれて、本当にアットホームなんだか。そうですね、親しみやすい空間なんですかね。なるほど、ありがとうございます。こんにちは、ライフデザインビレッジフラットの管理者をしております石田と申します。私どもはですね、いわゆる介護保険事業におけるその居宅介護支援、まあ、ケアマネージャーの事務所なんですが、今3人体制でやっておりまして、みんな市民介護支援専門員という、まあ、ある程度キャリアを持った専門性を持った職員で、相談を受けております。24時間365日いつでも相談を受けられる体制をとっておりまして、それこそ、まあ、気兼ねなく気軽にご連絡をいただいてご相談に乗れると思っています。また一番こだわっているのは、これまでの暮らしを尊重して皆さんの尊厳を持った暮らしができるようにサポートしていくというところですので、何かありましたらいつでもご相談ください。よろしくお願いいたします。先ほどちょっとお話もしましたけど、施設で、保護看護ステーションがありまして、一個保護看護リハビリステーションというのがありまして、でそちらの管理者してます黒沢というものもちょっとご紹介したいと思います。あ、はい、はい、ありがとうございます。黒沢さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。村田明子と申します。お願いいたします。